16分の1スケール、テッカマンブレード、テックセッターの掛け声とともに、主人公、EVは、テッカマンブレードに変身する、ラダムと呼ばれる敵の正体と、目的は何か、EVの宿命とは、ハードなストーリー展開で、人気沸騰の、テッカマンブレード、キッドは、メインヒーロー、テッカマンブレードを、16分の1スケールで、3D 化、スタイリングと、稼働ギミックを、追求した、リアルアクションフィギュア、です。各関節が、ポリキャップで、スムーズに稼働、股関節や、足首はもちろん、胴体も、上下2箇所に、ボールジョイントを内蔵し、様々なポーズを、再現できます。組み立ては、接着剤不要の、はめ込み式、5色もの成型色と、シールによって、塗装をしなくても、設定カラーに近い仕上がりを、楽しめます。両肩の、ボルテッカ、の、開閉や、腰の、テックシールド、を、腕に装着できるなど、設定のギミックを、可能な限り、再現、テックダンサーも、連結できます。伝説のズミプラモデル特別企画、伝説のズミプラモデルの中で紹介したプラモデルで作ってデビューしてほしいキットがありましたらコメントをお寄せください。リクエストが10件溜まったらそのプラモデルを作ってデビューしたいと思います。リクエストお待ちしています。チャンネル登録、グッドボタン、そして他の動画もぜひ見てくださいね。